場今日の11時です。2024年クラシック最終戦第85回文化賞 G1 芝コース外回り 3000m 菊の大輪を目指して3歳は18勝を獲得といいます。芝コースショッパー寮です。本当に強い馬が勝つと言われるクラシック参加の最終関門、全18勝が初めて経験する淀野、二度の坂越え、そして 3000m の長丁場です。ライバルに打ち勝ち、己に打ち勝ち、菊の大輪を握れるのはどの馬になりましょうか。スタートしてすぐに上り坂 3000m、空港上面粛々とゲートインが両方を蹴ったら続いていきます。ブースは今ゴールスカイ向かっていくところ、一瞬の静寂が今続いている京都競馬場、親子制覇へ名勝タワーも収まったところ、12番シュバルツクーゲンが引かれていきます。二冠達成か、最後の一冠は譲らないか、ニューヒーロー誕生か、三分勝者のドラマなんで最後悠然と引かれて収まりました。それから10番ヘレンコール直後の悪意をヘレンコールしようっていうんですが流します。さっき計画中クラシックサックヘレンコール収まりました。あと1頭18番アレグロブリランテ入ります。ヒット賞3番ですよ。よろしくお願いします。3番目で見失うのは金貨賞。
初の制覇はインターブ試験以来46年ぶり。アーバーシック勝利ジャックアーサーはどうか。いや注目のエレントール17号アンマイアテナピンク星2つ。スタート湘南のコンダムザンチンドリームスタートにダロンデスタイルでした。京都11レース1着は13番のアーバーシック、3分4秒1での決着。2、3着争いは写真判定です。そして4着11番湘南ラプンタ、5着7番ビザンチンドリームと上がっています。アーバーシック誕生クリストフルメール騎手、去年に続いて菊花賞2連覇、稲川丸がホイスキーで決めた菅原康子さん以来42年ぶりの菊花賞連覇、サトンダイヤモンド、ビエルパ、ドゥレッツァ、そしてアワシックで菊花賞4勝目。そして管理トレーナー武井亮助教師、デビュー11年目嬉しい JRA G1 は初制覇になりました。Thank you.